皆さんこんばんは。こんばんは。WD4 のボーカルスミスです。ギターボーカルのコンです。ベースの陽介です。ドラムのロシです。毎週木曜8時のお楽しみ、WD4 のダブレディオ、はい。ここからの30分間は、僕たち東山出身のジャフラックマン、WD4 がお届けします。はい。はい。はい。いやもうね、はい、皆さんちょっと聞いてほしいことがあるんですよ。どうしたんですか、うん、この前ですね、うん、久々に。久々に、うん、そう、うん、友達から連絡来て、うん、で、まあ飲もうぜ、みたいな、うん。あって、で、行ったら、女の子がいてて、ほんで、3人になったんですよ。うん。あったら、お前に紹介したいね。へぇ、あって、うん、え、マジでみたいな、ほんでまた可愛い子なんですよ、おうおうおう、で、のいろいろ喋ってたんやけど、二人ともこの人見知りな感じで、そうそう、友達が、うん、あのお前らちゃんと喋るよみたいな感じで受け持ってくれて、まあ結構最後のお酒も入ってね、結構いい感じで喋ってたんですよ、うん、けど、やっぱり僕も奥手やし、携帯番号とか聞けへん、ねえ聞けへんって、ああでもどうしようかなと思ったけど、友達がね、あの番号知ってるし、まあなんか連絡はできるなと思って、まあその日はそのまま帰ったんです。でまあそうしてるうちに、またなんかあの大勢でみんなでお酒飲みに行こうみたいになって飲んでたら、あの隣の席パッと見たら、この女の子いたんで、あこれ何と思って、久しぶりみたいな感じで、あの向こうも気づいてくれて、いい感じだったんです。こうやったら隣に来てくれて、一個聞きたいことあんねんけど、彼女いんのみたいな、お女の子から聞いてきて、聞いてきて、聞いるでそれ、そうそうそう、ほんでいないよみたいな感じで俺も答えて、ほんで逆に彼氏いんのみたいな聞いたら、いやいないよみたいな、あれこれってと思って、あれほんで一つだけ、言いたいことあんねんけどって言われて、何と思ったら、ロシ君に紹介したい女の子いんねんけどって言われて、みたいな、ああちょっと待って、どっち、あどうしようみたいな、もうダダへこみでそのまま終わりですよその子ともうそれっきりですよ、はい、最初3人で会った時に、友達が紹介したいって言ってたんやろ、言ってたのにね、逆にその女の子から紹介したいって言われて、私には無理ってこと、そう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 多分そうやろな、違う、私じゃ無理、違う子にね、え、ほんでこの子はその後連絡なしただのたらい回し、はい、たらい回しに、はい、ということでということで、今週もわちゃわちゃと賑やかにお届けします。最後まで楽しんでいきましょう。 WD4 のダブレディオスタート。 WD4 のダブレディオ、この番組は企業セミナーで人材育成をサポートする日本総合カウンセリングの提供でお送りします。ダブレポ奥いぶき編、はい、ということで、はい、先週もですね、お届けしました、はいはい、奥伊吹スキー場レポート第2弾でございます。いやいや、はい、今回はですね、奥伊吹を食べ尽くしてきました、それでは、どうぞWD4 の奥伊吹を食べ尽くせのコーナー、よいしょ、いやいやいや、楽しい感じで、楽しい感じで、先週に引き続き、奥伊吹で、はい、遊んでますよ、僕たちは、一人ゲストをお招きしていただく、奥伊吹スキー場の草野さんでございます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ということで、すごい綺麗なですね、このレストハウス、いつ頃建てられたんですかね、今シーズンオープンしました。はい、すごい。センターハウスを今年新規に建てまして、はいはい、その中でもここはもう450席のフードコートを作ってですね、まあ、メインレストランのような形になってます。すごい、めちゃ綺麗。ということで目の前にですね、早速、はい、おすすめのメニューを出していただきました、はい、紹介していただきながら、はい、僕らも試食して苦手な食レポを頑張ってやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。じゃあご飯ものからいきましょうかね、はい、そう、みょうがも乗っててね、ネギも乗ってるんですけども、はい、メニューのお名前はうまいバラ丼と言います。うまいバラ丼、なんかかかってますね、はい、うまいとうまいバラ、まいバラの丼、はい、素材もバラ肉を使ってる。あ、そういうことね。バラ肉とバラ肉、ね。そういうことか。玉ねぎとこのバラ肉ですよね。いただきます。肉がすっげえ食べ応えがあるんですよ。ごっつい肉があるんで。怖いのに脂っぽくなくて、玉ねぎがすごい甘い。でここでこうネギとやっぱみょうがが効いてくる。丼ぶり好きな人、お米が好きな人は絶対頼むべき。うまいバラ丼。うまいバラ丼。男性の方とか特に人気ありますね、次行きましょうか、行きましょうか、麺類行きましょうか、はい、じゃあですね、一番ですねラーメンが大好きなロシ君、はい、行きますか、いいですか、これは何ラーメンなんでしょう、上にね桜エビ
はい、桜エビです、はい、濃厚エビ味噌ラーメンですね。ね、味濃そうですよね。うまそう。エビがようけ絡んで、エビのね、香ばしい匂いと味噌がめちゃめちゃ合います。こういうラーメン初めて食べるんですけど、うん、エビの味がすごいですね。エビ の、 あのスープがしっかり効いてるので。スープも全部作られてるんですか、中で。スープもこっちで調合して、はい、オリジナルで全部合わせて、ちょっと濃そうに見えるんやけど、うん、結構そこまで濃くない、うん、あっさりしてる、うん、じゃあ続いて、コンさんお待ちください。コンさんが食べたい言うてた、はい、こちら、はい、うん、そうですね、今回フードコートの中に石窯を入れます、石窯で焼いてる本格的なピザです。すっごい、なんと寒いスキー場に来て熱々焼きたてのピザが食べられる。やっばー、コンいただこう。コンピザ1個いただいてよろしいですか、はい、薄い生地ですね、うん、焼いた生地で、うん、チーズがいっぱいかかってて、もうこれはピザですね、完全の。ありがとうございます。チーズが本当にこれはピザですね。一番あかんやつ、見た目でしかないからね。食べた後に言うことじゃなかった、ね、食レポがあかん理由はこの人なんですね。ほぼ僕ら頑張ってる方なんです。じゃあよろしく行こうか。ほんまに食べやすそうなこの大きさで、うん、いただきます。ちょっといただきます。石窯で焼いたよなっていう匂いがすごいしてて、耳まで美味しい。やっぱちゃんと焼いてあるからね。はい、もう生地も全部手でこねてます、すごいですね、やっぱ美味しいメニュー出したいので、はい、ちょっとそこは手間を惜しまずに、はい、一生懸命みんな、はい、力入れて作ってます。もう一つですよ、はい、ご飯の後はスイーツですよ、はい、はい、また種類が多くですよ、これ。あのね、僕スイーツもめっちゃ好きで、うん、しゅうちゃんどれ食べたい？俺これロールケーキみたいなやつ。これマヌカハニーロールケーキって言って、マヌカハニーっていう、はい、その木から取れる、はい、あの蜜ですね。オーストラリアの蜜、はい、その蜂蜜を使ってます。そういうこと、蜂蜜なんや。へえ。じゃあいただきます。中にですね、す生クリームかな入ってて、たっぷり、ね、そのマヌカハニーが生地に練り込んで、そうです、クリームと、はい、うまい。食べた瞬間はスポンジのいい香りがするんですけど、うん、その後多分練り込んでるそのマヌカハニの香りがめっちゃ広がるんで、これ男性でも好きですよ。あ、俺めっちゃ好きですこれ。ブラックコーヒーと一緒に飲んで、あ、美味しそうやね。うまそうやね。いいね。行きましょう。何食べる？草野さん、なんかこうおすすめ言ってください。季節のパウンドケーキ。お、これいただこうかな。生地の中に入ってるスイーツは、うん、これアップルですね。アップル、はい、リンゴが入ってます。はい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 、そう、アップルいただきますわ。お、パクッと。お、お、発見した。発見したな、今。リンゴがいました。おっしゃ、いました。僕ね、うん、正直甘いの苦手なんですよ。うん、めっちゃすっきりしてて、リンゴがもうちゃんとシャキッと味がするんで。はいはいはい、甘いの苦手な人でもちょっと大人な味ですね、これ。はい、はい、そうですよね、はい、全体的に甘さは抑えつつ、はい、本当に素材の味がしっかり生きるように、はい、作ってます。女の子連れてこようかね。そうやな、何の話。基本的にやっぱ女の子が喜ぶところっていうのが、はい、男の人も好きやから、はい、そうやね。そうですね。じゃあもう次行ってください。はい、はい、これがですね、濃厚ブリュレです。ブリュレ、ブリュレ、はい、いただきます。あ、プリンをもっと濃くした感じ、うん、すごい濃厚、濃厚、ちょっと一手間加えた高級プリンみたいな、そんな感じ。普通の喫茶店とかケーキ屋さんとか行った時に普通に出てくるクオリティやから、ここはほんまに食堂だけでも行く価値がある。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。もう素晴らしいですね。素晴らしい。じゃあいつまでやられてるんですか？ここは、長いと4月の上旬ぐらいに営業してます。素晴らしい、はい、素晴らしい。僕らもまた来れるね、間違いない。そうです。ただ滑るだけじゃなくて、はい、休憩する時とか、はい、お昼の時間も皆さん楽しんでもらいたいですし、そうですね、フードメニューもたくさん用意して本当に選べる楽しさ、はい、やっぱりそういうのも皆さんに伝えたいなと。じゃあもうこんだけ、はい、良いもん呼ばれたから、はいはいはい、食べさせてもらったから、はいはい、昼からも、そうですね、元気はつらつで滑りに行けますね。と、ね、いうことで、奥いぶきスキー場の草野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。WD4 奥いぶきを食べ尽くせのコーナーでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか、うん、先週はですね、はい、僕とコンちゃんが初めてのスノーボードに挑戦したっていう内容をお届けしましたけども、はい、今週はそこのですね、今シーズン新しくできました、うん、そうやね、うん、レストハウスでの、食べ尽くせというですね、うん、ことだったんですけれども、うん、すっごい美味しかった。美味しかった、ね、ピザやね。
ピザな石窯で焼いてるところを見たら、うんうん、すごかったわ。頼んだらそのままそこで焼いてくれるからね。レストハウスに関しては、うん、いかな分からへんと思います。そうやな、そうそうそう、あのレポートでも言ってるけど、うん、やっぱりあの本格的さ加減、うんまあ、の景色の良さとかは、うん、もういかな分からへんと思う、うん、そうやね、ぜひぜひ、うん、ぜひぜひ まだまだね、うんシーズン終わらへんの、うん、行ってもらいたい。4月までやってるって言ったらね、うん、そうね、やってるってということで、ぜひ行っていただきたいと思います。さて、先週今週と2週にわたってダブレッポ奥息吹編と題してお届けしてきましたが、はい、ここでですね、僕たちがお邪魔しました、奥息吹スキー場へのアクセスをご紹介します。はい、奥息吹スキー場へは名神高速道路の米原インターを降りて看板に沿っておよそ30分です。詳しくはですね、奥息吹スキー場のホームページをご覧ください。はい、以上ダブレポ奥息吹編でした。それでは1曲聴いてください。ファーストシングル、ダブシングルから、テキーラでは、うん、僕たち WD4 の曲について歌詞に込められた思いなどを解き明かしながら、より楽曲について知ってもらおうと思ってます。こちらのコーナーの司会は僕ロシが務めます、はい、今日ピックアップする楽曲はこちら、うん、ゲットライド。この曲なんですけれども ね、はい、僕が初めて WD4 を、うん、の名前を知った時に、うん、一番最初に聴いた曲やったんですよ。あ、そうですか。今ではもうプロモーションビデオも、ね、そうですね、はい、一番再生回数も、うん、ありがたい限りです。でですね、僕も初めてこの曲聴いた時に、はい、すっごいかっこいいなと思って、うん、WD に入りたいと思う一心でですね、ゲットライドを練習しまくったんですけど、うん、すっごい難しくて、難しいやろ、うん、サビと C メロとまた全然違うこのジャンルというんですかね、いろんなテイストが入ってて、なんちゅう難しい曲なんやと思って、 WD らしい曲よね。そう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 、うんね、そのいろんな多ジャンルを踏まえてる楽曲はこれは誰が作ってくれたんでしょうか。はい、これは、はい、うんうん、私コンでございます。あ、コンちゃんいっぱい作ってね、はい、そうですね、はい、うん、これはいつ作られたんですか。まあ、これはそうですね、うん、WD やる前に一人でね、うん、弾き語りをやってたんですけど、うんうん、その時に作った一曲やね、うん、こういうカッティング系っていうのは結構初めてやって、うん、やりながら歌うのが大変で、うんうん、ようこのギターのフレーズを弾きながらよく歌えるよね。しかもアコースティックギターやったから、もう大変なことになってたわけよ。カッティングしづらいしづらい、ね、もともとこのアレンジする前の、うん、あのゲットライドってどんなんやったか覚えてる？今スミスが歌ってるラップの部分が、うん、あ、 A メロ、 A メロのね、メロディーを僕が歌ってたの。ラップできんから、はいはいはい、うん、ラップじゃなかったんや。正直クソダサいです。え、めっちゃ気になるわ。変わってよかったのね。ちょっと触り歌ってや。ほいほいほい、知りたい知りたい。歌う、うん、どうぞ。ここから見える景色はオシェキナップ最高で、ララララララ、面白い、忘れたんかい。心包むグッドミュージック、 Anyway ってつながる。そうそう、今残ってる B メロね。そうです、までつながると。ダッサ、恥ずかしい。これちょっと、これはこれでええけどね。今の状態が恥ずかしい。この状況は
まさか披露すると思いませんでしたけど。ダブリーできる一番前進の時って、うん、セッションみたいにしてて、うん、ほんでスミスが入ってきてそこをラップにしようかっていう、うんうん、はいはい、僕も後で入った方ですからね、うん、ダブリーに関しては、うん、そうだね、うん、ここで初めてエメロができた、うん、そうそうそう、で、まあ、さっきロシ君が言ってた、うん、そのまあ、急にサビからガラッと変わる、うんうんうん、あのハードな感じになるところも、はいはい、まあ、初めてそのダブD4でアレンジしてつけられたっていう、うんうん、なるほどね、かっこよくね、そう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 、これ一回聞きたいわ昔のやつ聞いてみたいわ、今のバージョンではございますが、改めて、この曲を聴いてもらいましょうか、はい、ファーストアルバムライトからゲットライト。泣きたけないって笑いだけ笑ってんだぜ見せろよお前に Who know 俺たちに行くで Anywhere I let you know 何もかも忘れて繰り返し流れる音に身を任し Anywhere I let you know 何もかも忘れて Let's dance Anywhere I let you know Get right You can sing a song dance 心に任せて Get groovy, we can sing a song dance Cool night, wet night, special night Oh yes! トルクを上げろお前のエンジン走り出したら Don't stop the breaking スキルなんて Don't worry 音に合わせ You lost the brainもう新しいな Everybody その教師が来るだけ止まれ Step 1,2 Let 1,2 体全身で乗ってこない Anywhere I let you know 何もかも忘れて繰り返し流れる音に身を任し Everybody let's go Anywhere I let you know 何もかも忘れて Let's go Anywhere I let you know Get right We can sing a song dance 心に任せて動かず Let's go to the end We can sing a song dance Tonight, wet tonight Special night Get ready Everybody gonna get ready Get ready 感じる音といてもGet ready 身を任しようもでしたでしょうか。皆さんの感想も待っています。以上ダブソング解体新書でした。 77FM ダブリフォーダブレディオ、お便りサンクフルのコーナー。
このコーナーではリスナーさんから届いたメッセージをメンバーが順番に紹介していきます。はい、はい、早速1つ目ですね。はい、東近江市にお住まいの夏亜子さんから、はい、ありがとうございます。クイズアドリブコンちゃん、うん、頑張って分かろうとしたけど、うん、全然分からんかった。うっせん分からへんかった分からへんかったね。ほんまにコンちゃんが分かりやすく説明できるまで応援してます、うん、ありがとうございます。それまでこのコーナー終わらせないでください。ディレクターにや、うん、そうですね。ということで、ですね、あれは分かる人少ないよ。そうかな、早よ分かるようにな、説明上手になってほしいよ、うん、ね、ほんまに。まあ、でも面白かったではあるよ。あ、ほんま、うん、頑張るわ。何やそれ。ということで、何やそれ。お次です。じゃあお次ですね、はい、今の話に近いんですけれども、はい、湖南市にお住まいのラジオネームパッツンパパさんからいただきました。ありがとうございます。W4 の皆様こんばんは。こんばんは。コン君のものの見方はアーティスティックなんですねといただいております。やっぱり逆にポジティブな意見ね。やっぱりいい感じで言ってくれはるね。やっぱりね。うん、そういう。いやいや、そこ、そこ慣れたらあかんで。そこ慣れたらあかんで。ダメなんですか？うん、ダメなんです。でも僕、うん、アーティストだから。ごめんね。エグザイルとかもよくわからない。言ってたな。エグザイルとかもアーティスティック。もう一回聞いてもわからない。わからない。ほんまにわからない。答え知っててもわからないかと思うんです。まあ次は頑張ってくださいね。はい。いきますわ。ありがとうございます、はい、ということで、はい、続きまして、近江八幡市にお住まいのラジオネーム大ちゃんママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 W4 の皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しみに聞いておりますよ。2月5日放送で、うん、ロシ君のとても可愛い一面を垣間見ることができました。何だ。スミスさんも、うん、ロシ君のことを憎めない存在なんだろうなと思いました。いや、そうでもないけどね。じゃ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 否定した、うん、コンさん、はいはい、なかなか天然であり味のあるキャラクターですね。いいな。ありがとうございます。またコンワールドを、はい、広げていってください。ようちゃんの笑顔が素敵です。ありがとうございます。ライブでの笑顔を見た時で元気をもらいます。ありがとう、うん、カンボジアへの井戸のプレゼント、うんうん、もっともっと増えるといいですね。応援してますといただきました、うん、ありがとうございます。2期目頑張って作りましょう。頑張ろう。分かった。あれや、どうぞ俺のもんのやつの話やね、うん、ああ、はいはいはい、そうですか。やっぱり聞いててくれやるんやね。ちゃんと聞いてくれてる。ありがとうございます。おはがきでいただきました。すごいな、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、います。ではお次です。大津市にお住まいのロッキーさん、うん、ロッキーさんありがとうございます、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、これですね、うん、前回のようちゃんの七味に関しての、はちみちゃんが言うやつな。聞いてない人のためにね、はいはい、七味ゆず入りがはちみちゃんかっていうね、ね、僕の怒りですよ。はい、ね、怒ってたね。ということでですね、うん、あの材料をね、はい、これ何やろうって聞いてたと思うんですけども、七味のね、七味のね、うん、生産者によって多少違うようですが、はいはいはい、主には、うん、ケシの実、ケシの実、ケシの実、はい、チンピ、うん、これみかんの皮ね、うん、ごま、ごま、山椒、アサ、うん、シソ、うん、海苔、うん、生姜、うん、などになります。参考になりましたか、うん、これからも毎週楽しみにしてます。スタンダードな七味があるのね。どういうことやね。ほんでそこに、うん、はいはいはい、まあまあ言ってたフューチャリングみたいな形で、そうそう特殊なやつ京都ある、ね、七味グループやな。七味グループ、そうそうそう、グループ名が七味、ほやほや、フューチャリングゆずスマップみたいな、そういうことやな。フューチャリングで書いてくれたらええのにな。そうや、お前これが一番わかりやすい。ゆず、うん、わかりやすいけどあるかあるかよ。いつの日かね、うん、その七味の中にゆずが入ってくることをね、うん、願ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで以上お便りサンクフルのコーナーでした、はい、それでは一曲聴いてください。 WD4 未発売曲でワンワールド。あんなにもっと勝ったのに、今はこんなにも近くにあるスターライト、眩しい光、僕らを導く光、全てはあの日から始まった。小さな灯火揺れ動き出した。真夏の夜に輝く未来、いつかの君へ届く。
が灯火だったけど風が吹くたび広がり出した集まった気持ちの分だけの光決して一人じゃたどり着けなかっただろうあんなにもっと肩のに今はこんなにも近くにあるまぶしい光僕らを導く光支えてくれる仲間がいた重ねた日々の運だけの絆だからここでこうして笑えるんだろうあんなにもっと肩のみ今はこんなにも近くにある導く世界ダブディホがお届けしてきましたダブディホのダブレディオ、はい、エンディングとなってまいりました、はいうんうん、ダブディホの今後の予定をコン君どうぞはい2月25日水曜日、はい、彦根市エピスカフェにて、うん、ダブクルーの宴その2、うん、と題しましてですねダブクルーファンミーティングを開催いたしますし、はい、こちらはですね、はいまあ、の定員もございますので、うん、詳しくはダブディホホームページまでお願いしますはい、はい、またダブレディオでは皆さんのメッセージをお待ちしております番組の感想からこんな企画やってほしいという要望僕たちへの相談質問など何でも OK です、はい、Eラジオトップページから行けるダブレディオ専用のお便り送信フォームから送ってくださいはいダブディホのダブレディオ来週も聞いてくださいダブディホのスミス陽介コンロスでしたバイバーイダブディホのダブレディオこの番組は企業セミナーで人材育成をサポートする日本総合カウンセリングの提供でお送りしました。